どうも、京介です。前髪が目にかかってはいけない。横髪が耳にかかってはいけない。襟足が長すぎてはいけない。2ブロックはダメ。髪を染めるのは禁止。よくある、学校の校則の、髪に関する校則だと思うんですけども。不満を持ってはいませんか？いいじゃないですか、ちょっとぐらいはって思うじゃないですか。校則の闇にね、メスを入れていこうかなと思うんですよ。もう高校種類によって違うと思うんですけども。今回はとりあえずそういうのを問わずに、Twitter でこのような、DM を送らさせていただいて、その返信で、こちらは、答えを知るということをやっていきたいと思います。かの金八先生も言ってるじゃないですか。みかんを作ってるんじゃないです。人間を作ってるんです。はい。今の金八先生です。もう高速で髪の毛を縛って同じ制服着させて同じ髪型にさせると同じ人間ができてしまうんですよ。それ気持ち悪いじゃないですか、ちょっと。この動画をみんなに広めてもらって髪の毛の高速を全国でもうちょっと緩くしてもらおうじゃないか。そう思って今回私はこの動画を撮っております。それではやっていこう。大阪2ブロックはしてはいけない。愛知2ブロック禁止。北海道2ブロック禁止。多分ここまでバラバラなところで2ブロックが禁止っていうのが出たっていうことはどこも大体共通で2ブロック禁止なんですかね。あ、集計に時間がかかって別日でやらせていただきます。宮城2ブロダメ。過度なワックス。岩手で整髪料使用禁止。僕が使っているのはギャツビームービングラバーグランジマットという、ワックスを僕はこのギャツビーのやつを使っています。スプレーはですね、VO5、エクストラハードね。これはシャンシャンにしたいんでね、エクストラハードを使ってます。いやでも別に今日はカッコつけんでもいいかな、でもちょっとつけていきたいなっていう時はこちら、ケープフリーアレンジっていうのを使ってます。いや美容師系 YouTuber か。北海道髪を染めちゃダメとかです。長野県髪染めるの禁止。中学生なので髪染め禁止ぐらいでしょうか。住所が分かってしまうので都道府県名は秘密です。髪染めについてはどこも悪い印象しか持たれてないようですね。みんなダメって言ってます。だけど中学生なのでダメっていうことは高校生はいいっていうことなんですかね。染めていや知らんわ。目の下まで長い前髪は切る、または止めるってのもあります。聞いてみたところこれは男子の話らしいんですよ、女子じゃなくて。めちゃくちゃ出さない。東京、襟がブレザーにかかったら即バリカンで剃られる。それめちゃくちゃ厳しいっすね。みんな受け入れてるんかな。いや俺は体罰で訴えるけどね。ということでですね、以上の結果が、出てきました。みんなそれなりに、苦しんでるようです、髪の毛の拘束については。とりあえず僕は東京の学校では行きたくねえ。